ハシムサチあるいはハシムたちは、コソボの政治家。同国大統領、国際連合コソボ暫定行政ミッション下における、同国首相などを務めた。コソボ民主党党首、コソボ解放軍の政治的指導者。1968年、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の、セルビア人民共和国、コソボメトヒア自治州、セルビサ自治体の村ブロヤで生まれた。 プリシティナ大学で哲学と歴史を学び、在学中はアルバニア人の学生たちの指導者であった。1989年に同大学から分離して1990年に発足した、閉存するアルバニア人のプリシティナ大学の初大学生会長となった。アルバニア人のプリシティナ大学はスロボダン・ミロシェヴィッチによるコソボ・メトヒアの自治権剥奪に抵抗した。 コソボのアルバニア人によって発足した大学である。1993年、サチはスイスのアルバニアの政治亡命者に加わり、チュリヒ大学の歴史、国際関係の部署にて大学院時代を過ごした。ここでサチはコソボ人民運動の創設メンバーの一人となった。コソボ人民運動はアルバニア民族主義を標榜するマルクスレーニン主義、組織である。 1993年、サチはコソボ解放軍の中核の一人となっていた。サチはジャルペリという偽名を得た。サチは組織の資金、訓練、兵員募集の責任者となり、コソボでの戦闘へと送り出されるコソボ解放軍の兵士をアルバニア領内で訓練していた。1997年、サチは セルビア当局によって本人不在のままプリシュティナで裁判にかけられ、コスボ解放軍に関連したテロリズム活動の罪で有罪判決を受けた。1999年3月、サチはランブイエで行われた和平交渉にコスボのアルバニア人の代表として出席した。交渉に加わった西側諸国の外交官たちは、サチがコスボ解放軍における中心的人物であると、 理解した。他の反乱組織の指導者たちは、コソボの完全な国際的独立以外の選択肢を拒絶する中、サチは交渉の中で、コソボのセルビアの枠内での自治を受け入れる意思を表明した。コソボ解放軍の中の雑多な派閥の中で、最大派閥の指導者として、最終交渉に臨んだ。この時サチは速やかに権力を強化し、自らを、 コソボの首相であると一方的に宣言し、他の派閥の指導者たちの暗殺を指示したと言われている。サチは大規模な犯罪活動の疑いを持たれている。サチがコソボ解放軍の主犯を務めている間、組織の資金集めのためにヘロインやコカインを西ヨーロッパへ密輸していたとワシントンタイムズは伝えている。コソボ解放軍は1999年の 紛争集結によって公的には解体されているが新設されたコソボ保護軍の人員の多くはコソボ解放軍の構成員でありコソボ民主党はコソボ解放軍の政治部門であるコソボ解放軍がほぼそのままコソボ保護軍に再編されたことによってコソボ民主党は自治体レベルでの地方行政をほぼ完全に支配するようになったコソボ民主党は 地方行政を支配するために性的に対する暴力や脅迫を用い、地方当局と友好、協力関係にある犯罪組織を庇護した。サチはコソボ保護軍による犯罪活動の中核を担っていたと見られている。サチは自身が作った政府に対する税金の名目で現金を取り立てていた。コソボ民主党の腐敗と 犯罪体質は2001年に初めて行われたコソボの自由選挙での同党の敗北につながった。BBC は元コソボ解放軍による組織犯罪とコソボ民主党の政治が同質であると見られたことによってコソボ解放軍の代議士たちは敗北し、コソボ民主党に壊滅的な影響をもたらした。とした。 2007年のコソボの議会選挙は2007年11月17日に行われた。開票率90%の段階での速報では、コソボ民主党は34%を獲得する見通しであるとされ、ハシムサチはコソボ民主党の勝利宣言をした。国際連合が定めたセルビアとのコソボ地位協定の交渉期限が切れる12月10日に、 コスボの独立を宣言することをサチは表明した。コスボに住むセルビア人のほとんどが選挙をボイコットしたこともあり、投票率は45%に止まった。しかし、2007年11月19日、欧州連合の複数の加盟国の外相らが、サチ率いるアルバニア人に対して相談のない一方的なコスボ独立宣言をしないように警告した。 ルクセンブルクのジャン・アッセルボルンとスウェーデンのカール・ビルトはコソボ民主党に対してあらゆる請求な行動を慎むように求めた。欧州連合の上級代表であるハビエル・ソラナは公式な独立に先立って念入りな準備が必要であることを強調した。欧州連合が2007年11月19日にコソボに関してロンドンで話し合った後イギリスの欧州大臣ジム・マーフィーは 国際社会の承認のない独立は、コソボの孤立化を招くと話した。コソボの大統領である、ファトミル・セーディウによって、早急に組閣するように命じられ、ハシム・サチは次の独立宣言の予定日を2007年12月11日とした。サチ率いるコソボ民主党は、コソボ民主連盟及び新コソボ同盟と連立を、組んだ。連立与党は120議席のうち75議席を、 確保した。2008年1月9日、サチは議会によって賛成85、反対22で首相に選出された。この時、サチはコソボ独立宣言を2008年前半にする意向であることを表明した。2008年2月16日、サチは翌日の2月17日がコソボ市民の意向を反映するようの日となることを発表し、 コソボがセルビアからの独立を宣言する意向であることを強くにじませた。2008年2月17日、コソボはセルビアからの独立を宣言した。サチは新しく独立した、コソボの初の首相となった。2008年6月6日、サチは自宅のあるプリシュティナのアルベリア地区にはいなかったが、サチの妻と息子がいる2階のバルコニーで武装襲撃を受け、 警備員と打ち合いとなった後、襲撃者が逃走する事件が起こった。サッチの家族に怪我はなかったものの、少なくとも一名が負傷した。コソボの大統領ファトミルセイリューは、この攻撃を非難し、これは、サッチとその家族に対する攻撃であるだけでなく、コソボ共和国の体制に対する攻撃であるとした。セイリュ竜の前任者であるイブラヒムルゴバは、終戦後も2回の襲撃を受けており、 その中には誤送車に爆発物が仕掛けられた事件も含まれる。橋無幸大統領と安倍晋三首相。幸大統領は4度の訪日経験がある。うち2回は首相として、残り2回は大統領として。2019年10月21日に迎賓館赤坂離宮で安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い。 翌22日の即位令正殿の議に参列した。2020年4月24日、コソボ紛争時の情報機関トップのカドリベセリモと国会議長らとともに、紛争時の戦争犯罪や人道に対する罪など10件の容疑でハーグの特別法廷に起訴された。このことは約2ヶ月後の6月24日に公表された。同年11月5日には、 自身への訴追が確定したことを受け辞任を表明。当日に逮捕され、特別法廷へと移送された。ありがとうございます。